はい皆さんこんにちは。バイサイジャパニーズのレイラです。元気ですかはい。あの今日はね3月の14日です多分皆さんはこのエピソードを聞くのはもっと後になると思うんですけど日本は今日めっちゃ暖かいですね。春が来ました。さっきも窓とカーテンも全部開けて。 太陽の光が家の中に入ってくるようにしています。私はね、やっぱり太陽の光がなかったら生きていけないですね。やっぱりしんどくなるし、ネガティブになるし、太陽の光があるだけでなんか幸せを感じます。家で仕事をする一番いいことは、やっぱりいい場所。 ででで仕事ができることですよね家の中をきれいにして窓の横にデスクを置いて窓を開けて仕事ができるこれはね最高ですよねで散歩する時間も自由に決めることができますよね例えば昼の12時くらいに「あーなんか外きれいだし散歩に行きたいなーと思って 散歩に行くことができます、うん、会社で仕事をしていたらそれはできないですよね。これが家で仕事をすする一番いいいことだとだ思いますはいちょっと長くなりましたが今日はね妹とジャックが昨日尾道で初めて会いましたという話をしたいと思います。 私の家族妹に彼氏ジャックさんが会うのはこれが初めてですで昨日尾道はこれは広島にありますねとても綺麗な場所ですそこで初めて会いましたはーいいや二、ね、人ともすっごく緊張していました私はね 全然緊張しなかったけど妹もジャックもすごくシャイなので2人ともすっごく緊張していて妹は今まで中学校高校大学英語の勉強をしてきたので英語の知識知識はナレッジねはありますでもいやーマジでね 話せませまんでしたねはい全然英語話せなくてでジャックとも全然話さなかったですねちょっとすごくもう気まずかったです気まずい means awkward ね,ね妹が英語が話せなかったのは一番の理由は私がそこにいたからだと思います、うん、私はもちろんね ジャックと一緒に住んでいるし英語もちょっと話せるので私に間違えた英語を聞かれるのが恥ずかしかった妹は恥ずかしかった失敗をすることがそれで全然話さなかったですねで私はその時にちょっとその彼氏の英語を 英語にしたり妹の日本語を英語にしたり通訳通訳は to translate 通訳していたのでまあね通訳する人がいたら英語は話さなくてもいいですよね、はい、あのこういう理由で妹は全然英語が話せなくて「Thank you」しか言わなかったですね。 はい、すっごくね気まずかったです It was、so、awkward. でも,もうジャックも優しくてバナナケーキをね、まあ、妹のために作ってきてくれて尾道の山の上で一緒にみんなで食べましたすっごく美味しいケーキでナッツが入ってるもう一回食べたいですねすっごく美味しいケーキを焼いてきてくれました 妹はね全然話せなかったけど後でメールで「ジャックさんいい人だったねまた会いたい」って言ってくれましたで、まあ、私のお父さんはまだジャックさんに会ったことがないので今度ジャックと私が京都に行く時に会いたいなぁと思っていますね尾道は広島にある有名な観光地 観光地サイインプレイスかなですね。まあ他に似た町はないです。京都とも全然違いますね。低い山があってその山に古いお寺とか昔の家とかたくさんあってでその細い道を上まで登っていきます。本当に千年以上前のお寺があります。 たくさんありますよなので日本の歴史とか文化が好きな人古いものが好きな人はぜひ行ってみてくださいすっごくおすすめですうん、もう多分東京よりもいいと思いますよ <laughs> はいじゃあねこんな感じで今日は終わりますこのポッドキャストにはトランスクリプトがあってそのトランスクリプトには漢字の上に フりガナもついています。なので、あの漢字の読み方が勉強したい人とか、あのトランスクリプトが見たい人はぜひペイチョンでサポートしてください。はい、いつもありがとうございます。じゃあ良い一日を。バイバーイ。皆さんポッドキャストを聞いてくれて本当にありがとうございます。毎日新しい。 エピソードを作るのでぜひリスニングの練習に使ってくださいそしてもしふりがながついているトランスクリプトが読みたかったらぜひこのポッドキャストの p a y t r e o n で私とこのショーをサポートしてください皆さんのサポートのおかげで私は毎日 ポッドキャストを楽しく作ることができますトランスクリプトの他にも毎週皆さんのためにプライベートのエピソードを作ったりコラムも書いていますサポートしてくれている皆さん本当に本当にいつもありがとうございますじゃあまた明日もポッドキャスト聞いてね บายบาย